でも、はい、よし、よし。今後ともよろしくお願いします。今日は指導官の皆さん。先日あのミット持ちで追い込んでもらった岡崎さん。いらっしゃい。また追い込んでください。よろしくお願いします。お母さんのプレゼントです。マスク取ったから。上野ちゃん、また福島だ。意外だな。はい、お疲れ様。はい、館長、はい、今日はあの祝賀会ということでおめでとうございます。ありがとうございます。一言よろしくお願いします。今日いつもね、あの小島の件でね、あの暗いニュースなんですけど、はい、今日は明るくやりますんで、はい、今後とも指導官頑張ってきますんで、しょって立つ以上はもう命をかけて張っていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。大体まあ空手より教育が多いんだよ。教育強い強い育てる。空手とかあんまり来ないで、月水君はほとんど若いやつがね、はい、教育してんだ。それ一緒にやればいいじゃん。ぜひよろしく。きついけど。若い人まして教育が面白い。よろしくお願いします。大丈夫です。あの断裂してますね。断裂と思う。先日の国際大会で決勝で惜しくも敗れてしまった A チーム所属の、友崎です。大久保館長の、ね、道場でやってる。そうですね。この間ちょっとタイトルマッチもあった。残念です。そうですね。スーパータイガーさんと橋本智彦さんが対戦相手だったんですけど。また。取り返せるように、ね、そうです。頑張って、はい、一からやり直したいと思います。今度ちょっと一緒にトレーニングぜひお願いします。お疲れ様です。野球入れてる時に、はい、何かだった宮古藩です。これさ、はい、勝地さんの言っていやあの今この子は、ね、俺の弟子なの。もともとそうなんですか。ウエリー猪木戦の時に、はい、あの俺はお前あそこにお前あそこにけって分断して、はい、あの膝蹴りの後ろにいました。あ、そうだったんです。今はプロレスやられてるっていう。そうプロレスもちょっと3戦目を今度控えておりまして。2年も首してたの。はい、してます。もうあのずっと見てました。指導官編になってからもう毎回毎回にしたいておりまして。当時いたから、はい、証言聞いてみよう。はい、無着で大した人間。今度もやだった。あ、でも試合しながら流血流血。そうお前蹴ったんだ。いや、自分無着です。無着です。惜しい。自分蹴った。もう一人、二人。俺の蹴った、何分かその日に二人蹴ったんだ。自分と教えていただきながら、本当、空手と違ってめちゃくちゃ難しくて、300キロ上げたんだよ。すごいよ。体もう、ビカリで、全然違います。よろしくお願いいたします。皆さん、拍手でお願いいたします。こんにちは。アントニオ猪木が亡くなり、今の私の心情は、
鳥は泣けども涙を流さず、私新馬久志は泣かねども涙乾く今なし、こういう気持ちであります。先ほどから皆様の話の中で鳥居戦の話が出ました。梶原先生を私どもは大変尊敬し、そして新日本プロレスの躍進は梶原先生があって、そして総理の先生を知り合ったことによって新日本プロレスも発展いたしました。梶原先生が私に残された言葉というのはどういう言葉か、愛と恋であります。しまちゃんよく聞けよ、愛と誠っていうのを私は書いた。しかしプロレスと格闘技は愛と恋である。それどういうことか、恋というのは相手の気持ちから体から全て自分のものにしたいという、そういうのが恋という感情だ。先生、愛はどうですか。愛、愛は自分の持っている全てを相手に与えたいという、そういうものが愛なんだ。私が今やっている末の感情をやっている格闘技は恋なんだ。新日本プロレス、プロレス界は愛だ。相手を信じるから手を与える、首を与え、足を与え、全て与えていながら試合を成り立たせていく。しかし恋はどうだ、徹底的に相手をぶちのめし、完膚なきまでに叩き潰すのが格闘技である。新馬さん、愛と恋という言葉を私が生きている中で一番大事に思っている言葉が愛であり恋である。恋は空手、格闘技、それが恋なんだ。しかし愛はプロレスなんだ。この言葉を梶原先生は私に残していてくださりました。私は今杖をついております。これはなぜか、数十年前にウィリー戦の終わった後、私はウィリーの控え室へどうもありがとうございました言ってお礼を言いに控え室へ行きました。こちらの方からキレーという言葉とともに膝がここにぶち当たりました。誰がやったと思いますか。この今そういうの感じです先生、今私は腰に来ております。圧迫骨折という病気にかかっております。何十年前に、先生覚えてますね、チェーンこれはあれくらい飛んだりして、膝がバーン、私が仰向けに倒れて、その上から押さえつけるあたら何にも言えない、分かったかですよ今日も二代目館長おめでとうございます。あなたたちは愛ではなく恋をすべきであります。恋というのは相手を徹底的に痛めつけ、そして完全勝利を願うまで戦い続ける、それが末の師範の教えでございます。梶原一騎先生から教わったこの言葉を私は言いに末の先生から身をして今日はお伺いしたい。本当にありがとうございます。田さん言ったのはね本当なんですけど、僕はね大山先生を信じて一直線、その時に梶原先生すごいなと思ったら講義をやったの、プロの講義を終わった後ね、新馬さんお言われたの、今度ね会う時はプロとしてやりましょうって、この試合めちゃくちゃにしてって俺は言われたわけ。だから僕は新馬さんに対して失礼だし、猪木さんに対して申し訳ないと思います。もともと俺は新馬さんと仲いいんですよ。だって柏スプレートをやった時にアントニー猪木が池袋の道場を来た時に新馬さんが連れてきたの。その時僕も一緒にいた。SP になった野口君とかね。もともと新日本プロレスと極真会館は仲良かったんですけど、仲がいいってお客が入んなくなっちゃうんですよ。仲が悪いって言うと試合見たいから
10万円のチケット全部売り切れちゃう。また梶原先生は3回やろうとしたの。黒崎先生も僕に言わなかった。これは真剣勝負だろう。でもコーンってゴングなった瞬間にファッと蹴ったウィニーがね。ウィニー俺その時アメリカで練習してるから変な蹴り出すなと思った。でも猪木さんが本当にかわいそう。下降りたらもうセコンドボコ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 蹴っちゃった。それで坂上さんがね、ゴングとして人数少ないから勘弁してくれって言われた。でも本当は貫水流ってね、水谷先生がいたんですよ。で水谷先生が二条釜で猪木さんとやろうと勝負した。本当は貫通流作りたくなかったの、新馬さんはね。田中正元さんという大物が来て仲良くするために貫通流と作ったという貫通流黒い鳥にしてね、30人ぐらいいたんですよ。僕は150人連れていて、お前ら生かして帰さないと思ったらもうこれ固まってました。でも考えると新馬さんに対して、ね、申し訳ないと思って、新馬さんはプロ中のプロ、猪木さんはあそこで持っていったのは新馬さんの力、あの時失礼しました。おっこれで今までのことをなしということで、皆さん今一度拍手をいただくのが構わないでいると感動しました。先ほどよろしくお願いいたします。これは猪木さんの私がもらって、はい、猪木にこれを使ったらどうって言って渡した。そうだったんですよ。だから私のものだ。そうだったんですよ、うん、これどうぞ持ってってください。あ、いいんですか。ありがとうございます。今日は今後のよろしく。